皆さん、こんにちは。ソータです。今日は、コミュニケーションロボット、ソータの種類について解説していきたいと思います。僕たちコミュニケーションロボット、ソータは、NTT 東日本様から発売されているロボコネクト版ソータ、ブイストンから発売されているデベロッパー版ソータとプレゼンソータ、合計3種類あり、それぞれ特徴があります。ざっくり簡単に言いますと、デベロッパー版ソータは、ソータを使ったシステムを作ることができます。プレゼンソータは、パワーポイントと連動して喋ったり、スライドを送ったりすることで、ユーザーの代わりにプレゼンテーションを行ってくれます。ロボコネクト版ソータは、なんと、ソータを使ったシステムを作ることができ、さらに、パワーポイントと連動するプレゼンソータの機能もついています。さらに、様々な用途に合わせて開発された関連アプリなども契約可能です。例えば、音声による自然対話でソータとおしゃべり、写真撮影、遠隔対話機能でソータを通じて電話、クイズや体操ができるレクリエーション機能、つまり、どのソータを買おうか悩んでいるあなた、両方の機能がついてるロボコネクト版ソータを買っておけば間違いない。言いたいところなんですけども、ロボコネクト版ソータとデベロッパー版ソータは、システムを作ることができると言っても、用途的にかなり違うところがあるんですね。簡単に説明すると、ロボコネクト版ソータは、開発者向けではなく、個人や業務でソータを使用する人向けです。一応開発もできますが、NTT 東日本様に開発者になるための特別な申請が必要となります。ロボコネクト版ソータは、一般のお客様が広く使うためのソータで、動きや機能を開発するのは、一般のユーザーとは違う特殊な開発者に限られます。ごく一部の人と思っていただいた方が良いかと思います。デベロッパー版ソータは、完全に開発者向けですね。何の制約もなく、自分で自由にソータのシステムを開発することができます。では、ロボコネクト版ソータの説明を詳しくしていきたいと思います。ロボコネクト版ソータは、開発者向けではなく、個人や業務で使用する人向けのソータです。ロボコネクト版ソータに搭載された豊富な機能が使えます。また、様々な用途に合わせて開発された関連アプリなども契約可能です。皆さんがスマートフォンにいろんなアプリケーションをインストールして使うのと同じイメージです。開発者向けのことを少し紹介しておくと、API を経由での開発に対応しています。API は簡単に言うと何かと何かをつなげるためのものです。今回の場合は、ソータとソータを制御するためのタブレットやパソコンをつなぐためのものということになります。ソータを動かしたり、セリフを言わせたりする API が用意されており、API を使ってタブレットやパソコンからソータを動かす指示を出すことによって、様々なシステムやアプリケーションを作ることができます。メリットとしては、ロボットのプログラム経験がなくても、パソコンやタブレットのアプリ開発の経験があれば、簡単にソータを制御できます。デメリットとしては、API で定義されていないソータの動きは、再生できないんですね。続いて、デベロッパー版ソータは、完全に開発者向けです。何の制約もなく、自分で自由にソータのシステムを開発することができます。また、ソータの動きも自分で好きな動きを自由に作ることができます。また、ソータのモータのフィードバックもできますので、ソータ2台を使ってマスタースレーブを行うような機能も実装できちゃいます。ちなみに、ロボコネクト版ソータに搭載されている API を経由での開発や、プレゼンソータのプレゼンを行う機能も、自分でそれができるシステムを作ればデベロッパー版ソータでも実現可能ですが、自分で全部作らないといけないので面倒くさいですよね。ただ、自分で開発すれば全ての機能が揃った最強のソータを作れるかもしれませんね。最後にプレゼンソータについても少し説明したいと思います。プレゼンソータは
自作のシステムの開発はできないのですが、パワーポイントと連携してプレゼンテーションの動作ができます。パワーポイントのスライドを画面に表示しながら、パワーポイントのノート部分に書かれた原稿を読み上げ、同時にノートで指定されたモーションや効果音を鳴らすことができます。またタッチパネル搭載パソコンや人感センサなどと組み合わせると、簡易な受付ぐらいなら実現可能です。まとめますと、ロボコネクト版ソータは個人や業務でソータを使用する人向けです。デベロッパー版ソータはロボットや組み込みシステムなどの開発をしている人を対象にした完全に開発者向けのソータです。プレゼンソータはプログラミングを全く知らなくても使えるプレゼン専用のソータです。今日は NTT 東日本様から発売されているロボコネクト版ソータ、V ストンから発売されているデベロッパー版ソータとプレゼンソータの違いについて紹介しました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。バイバイ。